アヘアホ体操の下野正弘です。今日はですね、こんな場所です最近ヨウさんがボイトレを始めたっていうことになって習ってるんでしたっけ？ YouTube でね、その時にですね、あっと思ったのが、僕が教わったボーカルの先生なんですよね。ボーカルコーディネーターの佐々木先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。29歳の時にボイトレが必要になって、アヘアホ運動っていう曲を歌うことになって、はい、でその時にお願いしたんですよね。そうですね、はい、発声なのでね、アヘアホ大好き、アヘアホの発声なのですごく親和性も高いなとは思ってて、いろんな勉強になったんですけれど、はい、声と向き合いたいって方は多分これから増えてくると思うんですね。歌だけではなくて、なんかこう話したりとか、まあ、こういって YouTube もそうですけど、発信するのに、言葉とか声と向き合う機会って増えると思うので、なので今日はヨウさんが納得するまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨウさん一番知りたい、聞きたいことなんですか？急に言っちゃった。一人で動画見ながらやってるんで、はい、いいのか悪いのかがよく分かんないままやってるんですね。ですよね。いくらかでもこう自分の状態が分かるようなことないのかなと思いながら。ああ、いきなり難しいところでした、ね、そうなんですよ。ボイトレって、まあ、普遍的なのかパーソナル的なのって両方なんですか？両方です。両方、はい、ある程度この土台の部分っていうのはやっぱり、はい、まあ、何でもそうですけど、はい、基礎的なことっていうのは同じなんですが、はいはいはい、そこからどういうふうにこう自分のものにしていくかっていうのは感覚の問題なので、うん、そう、それぞれの感覚によって違うじゃないですか。ですよね。整体とか、はい、体の体感とか、うん、なかなかこう動画を見てやっているだけではちょっと分かりにくいっていうね、うん、合ってるのかどうかっていうのはあるかな。例えばこうヨウさんみたいな人がコンコンって来た時に最初にやることって何ですか？まずブレスのコントロールですかね。ブレスのコントロール、はい、そして声帯の説明をします。あ、まず声ってやっぱり声帯が一番活躍するので、はいはい、一番使うところなので、多分一番最初のやつ、はい、まずですね、まず、はい、まず息をコントロールしていくことができないと声をコントロールしていけないので、はい、まずね、しっかりと息を聞こえるように扱っていくということなんですが、例えばはーって吐いてみてください。これを出し切ったら、はい、次はそのまま、はーって吸ってみてください。これ難しいんですね。あー、すごい。さすがヘアホ。はい。これ結構難しくって、吸うときに、こういうふうになってしまう人がすごいほとんどなんですが、なかなかこうね、はーって吸うには、ここの喉の筋肉をちょっと寄せないといけないんですよね。なるほど。まあそういう呼吸のコントロールとか、あとはリップロールといって、ルルルルルっていうのがあるんですけど、ルルルルルル、そう、上手、さすがヨウさん。あ、これがもうできると家でも結構練習できますので、ルル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 っていうふうに上げていけると結構いいストレッチになるんですよね。はい、はい、これだとダメなんです。あ、うまくいったと思ったりしますね、下の低い音を、あ、下から、そう、下から、そこから、そう、難しい。そう、まず低い音でですね、うん、っていう感じでできるといいです。そっか、まず低音から、うん、これができたら、さっきの、そういう練習をしておくといいです。で、下野さん上手にできてますけど、大体あの結構ひっくり返っちゃったりするんで、するので、それをこうつなげていく。でポイントはうーをしっかり言うことなんです。とかじゃ全然ダメで、外れてもうーが残るような感じ。そう、もうちょっとかな。こういうのをやってみると割と声帯がちゃんとね入ってくるので、ちゃんといい感じで振動してくるので。あとリップロールってどうしていいの？リップロールはね、すごくいいんですよね。もうたくさんメリットがあって、それについての、ね、動画も長い動画も出してるので、もしよかったら見ていただきたいんですが、まずこの口輪筋の支えをしっかり作るというのもありますし、閉じてる唇からこう息を細く使っていくっていうのは声帯の感覚と全く同じなんですよね。なので唇が開いているとプープーってできないんです。
閉じながら力を入れずに出していくというこの感覚みたいなのもつかめますし、あとこのリップロールをすることでボリューム落とせるじゃないですか。うわー、本当はこのしっかりこう声が出てるんだけれども、そのリップロールをすることでちょっとこう抑えながら発声練習ができるのですごくいいんです。普通にあーとかやるとなんか力が入っちゃうけど、うってやってるとそんなになんか頑張らずにいける、自然な感じで声を使っていける。長時間できなくてまた不運って息に変わっちゃうんですけど、あ、長くてできないってことは息の量が足りない。じゃあそれはいろいろ、あの、要するに閉じられてないっていうのも一つあると思うし、息が送りきれてないっていうのもあると思うし、まあ、いろいろ原因はあると思うんですけど、とにかくずっと続けてできるとすごくいい練習になります。うん、ずっと一定のプレッシャーをかけていく時間ですね。みたいな、こうやって使ってないとね、はい、どんどん出なくなるし、ましてこのコロナで皆さん声使うことねなくなってくるし、カラオケにも行けないし、そうですよね。なのでね、できるだけ皆さん声を出してください。で、声を出すことが元気につながる。年配の方とかもね、あの声出してなかったりとか、飲み込む能力も下がっちゃうんですよね。うまく飲み込めなくなってきて、本当に年配になってくると誤嚥性肺炎っていうのもあって、そうなんですよね。だからそうならないためにもボイストレーニングって重要なんですよね。そうですね。で、それにさらにこう声を出して歌っていくことで、はい、美容にも健康にも脳にも体にも、もういろんな意味ですごいいいじゃないですか。はいはいはい、幸せホルモンがねいっぱい出てくるから、でモテますから。ようさん。そう。で、そうなんだ。歌が上手いと絶対モテますよね。モテます。うん、最近その腹式呼吸を、はいはい、やるようにしてるんですけど、いまいちそのよくわかんなくて、はい、その使い分けというか、歌歌いたいとか意識して腹式呼吸に切り替えて使ったりするっていうことなんですか。めちゃめちゃいい質問なんですけど、あのそういうふうに思いますよね。それで皆さん多くの方が腹式呼吸をやろうとするんですが、歌ってる時はねあんまり関係ないんです。実はあの吸う時っていうのは結構いい状態で吸えるとやっぱりいいと思うので、はい、腹式の吸い方ができるといいですよね。これで吸える方が、これ今腹式呼吸なんですけど、そういう感じの方が胸で吸うよりはいいブレスが使えるけれども、それはそれだけなんです。どういうふうに使うかというと、歌っている時は息を使いますよね。息がガーってこう流れてくるじゃないですか、肺から。で、声帯を通過して声帯が振動して声になって出てくるんだけれども、この声帯はダムのような役割をしているんです。要するにホースの口のような役割をしているんですね。声帯を閉じてあげることで水を効果的に飛ばしていくことができるんですね。なので この時点で腹式呼吸って全然関係ないんですよ。多くの方がここができてないんです。この寄せ方が、これ声帯閉鎖って言うんですけど、この声帯閉鎖ができていないので、いくら水を出してもダー漏れてしまうみたいな。なのでボイトレではまずこの声帯をちゃんと閉鎖させる、閉じながら振動させるやり方をやっていきます。そうすると別にちょっとの量でも結構ちゃんと使えるんですね。もちろんしっかりかけたいときはここを圧縮することでガーンで飛ばすことができるんですけど、なのであまり関係ないんです。要するにここはちゃんと閉じてると圧力がかかりますよね。あーみたいな感じの圧力がかかりますよね。これが閉じてないとあーみたいな感じになりますよね。なのでこの時点で腹式呼吸は関係ないので、喉の開き具合で調整する。そう、喉っていうか声帯ですね。声帯、はい、喉仏の中にあるんですけど、まあ、ほんのちっちゃい2センチくらいの器官なんですね。そこは閉じて振動させるんです。ただよく喉を開いてって言いますけど、それは喉がこの辺がガーってガーってこう力が入らないように、もうちょっと喉を開いてって楽にっていうような意味合いなので、ちょっとまたね声帯必ず閉じて出します。難しいですよね。いやでもね、すごい面白くて、腹式呼吸っていうのも、はい、実は僕が出会う方たちの腹式呼吸も間違った認識の方がほとんどなんです、ね、やっぱりそうです。そうなんですね、腹式呼吸って筋トレじゃないんですよね。だから、何かを取り付けようとしちゃうんですよ、ね、そう違うんですよね。逆に剥ぐ作業なんですよね、腹式呼吸って。いかに抜けるかっていう、その力を剥いでいくか、うまく声とか調整できない方は緊張があるから
そこでまた頑張ろうとして、だから生体のコントロールっていうところまで多分いかないんだと思うんですよね。なるほどね、うん、だから腹式呼吸を頑張りすぎてしまうから生体のところに脳が行っていかないんですよね。そう、本当に下野さん、ね、そうなんですよ。もうそれ伝えたい。うん、マジで、うん、本当にそうなんです。うん、だからもう多くの方が、うん、もう腹式呼吸やっても全然うまくならないとか、うん、で腹式呼吸をやろうとすればするほどなんかわけわかんなくなってくるんですよね。だからあんまり私はやんなくていいよっていうふうに言ってるんですけど。うんうん、だから腹式呼吸で夢を見すぎてるんですね。うん、確かに。でも整体っていうところにいかに他のところを抜いた状態にそこに意識をポンと持てるか、しかもなんかグーじゃなくてスッとこう力を抜いた状態でそこに行けるかっていうところですよね。そうですね。うん、大体そのこういうトレーニングってどのぐらいやり続けていくんですか。本当の基礎の土台というか。それはですね、まあ、人によりますね。もうある程度この感覚的なベースができてる人はすぐできますし、できてない人はもうすごい時間がかかる方もいますし、もう空手でいう型みたいな感じなんですか。そうですね、サッカーでいうリフティングみたいな感じです土台をね、伸ばしていくことによってね、もっと高みに行きますもんね。そうですね、そういう、まあ、感じですかね。あ、でも私あの音域がすごい狭いんです。あ、はいはい、なんでそのこういうオクターブの幅ってトレーニングでなんとかなったりするの。あ、全然なります。で、皆さん大体自分は声が低い、高い声は出せないっていうふうに皆さん思い込んでるんですけど、全然そんなことないですから。70歳とかすごい高い音とか出せますし、全然関係ないです。で、結構思い込みがあるので、ぜひ高い方の、ね、曲とかを歌ってみるといいかなと思います。面白い、新しい自分に出会えるんですね。そうですね。さらに一つだけ聞きたいんですけど、はい、こういうの仕事したいと思ってるわけではないんですけど、こういうことを気をつけた方がいいとかありますか。ですね、私が思うにはやっぱりその人らしさが出るのが一番いいんじゃないかなと思うんですよね。なのでいい声でとかってすごい漠然としてるし、ちょっと分かりにくいと思うんですが、キャラクターに合った声ってすっごく大事だと思うんですね。ドラえもんとかもそうだし、クレヨンしんちゃんもそうだけど、なので私たちも自分のそのキャラクターに合った声で喋ったりするっていうのはすごく大事かなって思います。それを探していく、うん、それ難しいか難しいですけど、普通に喋ってる声とはまた別のもの、うん、例えば自分は元気だとか明るくてとかちょっとクールだとかね、いろいろその人によってあるじゃないですか、可愛いキャラとか、そういうキャラに合わせた喋り声でいくとやっぱりいいと思うし、自然にそういう風になってると思うんですよね。なんとなくはそれを明確に打ち出していくっていうのが自分の面白いかな。アウトプットすることによってフィードバックがあるから、それでだんだん気づいてくるかもしれないですね。あの歌ってみたりとか喋ってみたりとか、なんか尽きないですね。ね、尽きないですね。そう、この後は佐々木先生の YouTube チャンネルでも僕させてもらうので、それを見た方は佐々木先生のチャンネルで佐々木先生のチャンネルでは腹式呼吸の話をちょっともうちょっとね、はい、はい、そうですね、よろしくお願いします、はい、やっていきましょう、下げていきましょう、よろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。楽しかったです。りょうさん、ありがとうございました。皆さん、どうもありがとうございます。